YouTube 配信をご覧の皆さん、こんばんは。BE:FIRST です。続いては BE:FIRST アワード2022のコーナーに行きたいと思います。楽しみ。まあ、とりあえずね、 VTR が届いてるということなので俺らも初めて見ます。そうなんだよ、これね、俺らも初めてです。ご覧ください、どうぞどうぞ。なんだ、そちらさんや。 What's up everyone。 今年もやってまいりました BE:FIRST アワード。正直言って過酷極まりない1年間頑張ってきたからこそ改めて評価されてしまう、この過酷極まりない企画が今年も始まりました。当然アワードということはウィナーがいればその賞を取れないものも現れ、あの賞は絶対俺が欲しかったのになんていう悲鳴が、ああ毎年飛び交ってしまう、この過酷極まりない、この過酷極まりない BE:FIRST アワード個人賞から発表してまいりたいと思います。一つ目の賞は、え、何て言った、ベストソータ賞。2021年11月3日より歌、ラップ、ダンス、人間性、そのすべてにおいて BE:FIRST のメンバーで最もソータであった、あ、ソータである、ソータでしかありえない、そういった人間に贈られる限りなく誉れ高い賞です。では発表します。 BE:FIRST アワード2022、まだあるの、ベストソータ賞を受賞するのはソータです。おめでとうございます。ベストソータ賞を受賞したソータにはトロフィーと表彰状があります。また、あの、副賞として、お返しした後、 BE:FIRST の面々から、あの、ソータの良いところというのをみんなに言ってもらえるという権利が与えられますので、みんなたくさんソータのことを褒めてください。以上、ベストソータ賞でした。終わり？え、終わり？あ、一人？え、待って待って終わりだ。え、全く聞いてないから。ずるいずるい。え、ずるい？え、どういうあれ？ベストソータ賞？やめようって。はい、はい、だって。おぉ。なんで聞いたの？待って、ベストソータって書いてある。ガチで。マジで？マジで？マジでそうなんですか？ちょっとすぎ。ありがとうございます。いただきました。副賞として褒め言葉をいただけるということで、いいやつだよ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 、かわいい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 、じゃない、かわいい、かわいい、かわいいしか言わん。足洗わされる、足洗…あ、あ、竜兵は絶対足洗わさあ、続きまして BE:FIRST アワード2022、続いてはこちらの賞です。さあ、2つ目の個人賞の発表です。正直一つ目は、まあ、ベストソータ賞なんだからそりゃソータが取るよねって思った方も多かったと思います。ここからがある意味その過酷さが増していく、熾烈な競争が始まっていく、好きだよ俺は、そういった賞になってくると思います。照明の影が2つ目の賞は過酷のレベル間違えてる。まずベストシュント賞でしょうね。いや、わかんないよ。でしょう、ね、こちらを発表します。いや、でもこれ2021年11月3日より歌、ラップ、ダンス、そして人間性、そのすべてにおいて BE:FIRST のメンバーで最もシュントであった方そこまで、そういった方に贈られる、本当に限りなく誉れ高い、で結構名誉の極みとも言われている、得難い賞です。発表させてください。まだわかんない。うん、これも。あ、以上。BE:FIRST アワード2022。ベストシュント賞を受賞するのは。シュント。そうだよ。なんかよ。よっしゃ。まあ取れると思ってたけど。ありがとうございます。よかった。ちょっと安心した。ベストシュント賞を受賞したシュントには、トロフィーと表彰状が授与されます。また、なんとこの賞には副賞がついてですね。BE:FIRST の面々に。シュントの良いところをたくさん褒めてもらい、そういう権利が伸びてくださいます。今までシュントの良いところをたくさんお伝えしてあげてください。ありがとうございます。メンバー死ぬほどデジャブ。ボケ本気すぎん？いや、まあ、まあでも取れるとは思ってましたよ、正直。でもなんかちょっと不安な要素っていうか、はい、やっぱ拭いきれない不安要素っていうのあったんで、拭いきれない。こうやってこうもらえたこと。いや、ちょっとすごい誇りに思います。副賞もね、授与しましょうか、うん、キューティクル強い
筋肉強いから。いいね。いいね。いいね。可愛い。可愛い。それしか言わない。いいやつ。あの舐めてるけど可愛い。舐めてるから可愛い。ああ。絶対関係ない。あの食べ放題行く時のなんか自信すごい。ああすごいな。もう元を取りたいからね。レッドカーペット。ビーファーストアワード2022続いてはこちらの賞です。正直確かにわかります。ソータ賞、シュント賞ときてこれやばいな、まあ、マジでやばいな、こういう感じで予想される方もいると思います。予想されたことを裏切っていくのがエンターテインメントだと思いますし、ここから皆さんの予想をはるかに超える、大きく裏切る、過酷で熾烈な賞の発表になってきてしまうと思います。3つ目の賞はベストマナト賞、こちらの発表させていただきたいと思います。2021年11月3日より歌、ラップ、ダンス、そして人間性、その全てにおいて BE:FIRST のメンバーで最もマナトであった方に贈られる、最もマナトである人間に贈られる、一番マナトだったなというやつに贈られる、そして誉れ高い賞でございます。では発表させていただきます。お願いします。 BE:FIRST アワード2022ベストマナト賞は、すごい3回目の、いやでも3人目で裏切るっていうのもあるから、確かにね。あ、お、マナトでしょうね。でしょうね、でしょうね。ありがとうございます。おめでとうございます。すごいぞ、お前。ベストマナト賞を受賞したマナトにはトロフィーと表彰状が授与されます。また副賞としてなんと、うん、BE:FIRST の面々にマナトの良いところをたくさん褒めてもらえるという権利が与えられますので、ぜひ VTR が戻った後、みんなでマナトの良いところをたくさん言ってあげてください。以上、ベストマナト賞でした。体力すごい、めっちゃいいね。ありがとうございました。ありがとうございます。ベストマナト賞、ちょっと携帯で調べたいな。マナトの良いところ、毛先が白い。毛先白いね。いいところ。耳たぶ、耳たぶ、あ、耳たぶ、耳たぶいいね。あと、いいやつ、横顔。横顔、ざさかわいい、かわいい、かわいいしか言わん、かわいい。あと、まあ、はいはい、え、出てこんやん。手挙げたのに。さあ、続いてBE:FIRST アワード2022 、続いてはこちらの賞です。ついにこの賞を発表するタイミングが来てしまったんだなと、感慨深い思いと胸が痛い思いでいっぱいです。ここから大きく、ここから大きく流れを変えていきたいと。社長大丈夫か、この後大きく舵を切っていきます。これは絶対にみんな想像していない賞の発表だと思います。続いての個人賞はベスト竜兵賞。そうね。2021年11月3日より歌、ラップ、ダンス、そして人間性において BE:FIRST のメンバーで最も竜兵であった、一番竜兵、こいつが竜兵、多分この人が竜兵なんじゃないかな、そういった方に、そういった方にしか得ることができない大変困り高い賞になっています。いや確かにね。発表させてください。泣きそうで、なんでなんで、ベスト竜兵賞。あ、じゃあ竜兵じゃない、竜兵じゃない、受賞されるのは竜兵。なんであげたかったけど、なんで、竜兵だろうな。アテンションでいく。え、大丈夫だ。えなんと今回ベスト竜兵賞を受賞した竜兵さんは歴代史上最年少での受賞だそうです。おめでとうございます。うまいな。副賞として、うん、BE:FIRST の面々から竜兵の素敵なところをたくさん褒めていただける権利が与えられますので、ぜひ皆さん竜兵の良いところを口々に褒め称えてくださると素晴らしいなと思います。以上、ベスト竜兵賞でした。いや嬉しいな、全く考えてこない。ずっとループしてるみたいだね、なんか同じです。まあそうですね、やっぱ結構5ヶ月において練習してきた成果もあって、まあ本番ですごいよりあの実感のあるパフォーマンスできたって。すごいでしょ。声震えてるんだけど。感謝してるし。なんでだよ。ありがとうございます、本当に。じゃあ、竜兵のいいところ言います。じゃあ、竜兵のいいところ言いましょうか。じゃあ、ね、副賞もあります。身長が高い。おい。いいやつ。サボってるじゃん。使い回しが多い。ジュノさっきサボってるじゃん。いいやつなんだもん。サボってるじゃん、あなた。みんないいやつだもん。マジで可愛い。お前、おい。そう、マジで、マジで可愛い。ヨイキもサボってる。身長高い。もうすぐ抜かれる。もうほぼ抜かれてる。なんだろう。なんだろう、身長。もう出たな、それ。一緒だって。なんだろう、気づいた。爪が綺麗。あ、高身長。はい。ありがとうございます。おめでとう。いただきました。さあ。BE:FIRST アワード2022続いてはここまでの間でも、なんで俺がベストソータ賞じゃないんだ、
いや、ないですベスト竜兵賞は俺だっただろう。いや、ないです。そういった阿鼻叫喚が聞こえてきそうですが、いや、全然です。発表させてください。次の個人賞はベストジュノン賞です。違ったら怖いから、ドキ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 。2021年11月3日より歌、ラップ、ダンス、そして人間性において BE:FIRST のメンバーの中で最もジュノンであった、一番ジュノンな人、ジュノンジュノンはジュノン、そういった方にのみ与えられる絶対名前高い賞です。では発表させてください。 BE:FIRST Award 2022ベストジュノン賞は、いや本当にすごいよ、多分泣くまじジュノン。よかったよ、よかったよ。えなんと最年長だ、最年長。今回ベストジュノン賞を受賞したジュノンさんは歴代最年長での受賞だそうです。おめでとう。ベストジュノン賞を受賞したジュノンさんには、ベストジュノン賞を受賞したジュノンさんにだけに与えられる、ベストジュノン賞であるジュノンさんの賞状とトロフィーが与えられますので、ベストジュノン賞であるジュノンさんはそれを受け取りいただいて、さらに副賞としてベストジュノン賞であるジュノンさんは BE:FIRST の面々からベストジュノン賞はジュノンだねという、褒め称える言葉を一心に受ける、そういった権利が与えられますので、ぜひ皆さんにジュノンのことを褒めたいです。なんだこれは。連続おめでとう。いやジュノンでよかったですよ。僕がジュノンと前もジュノンという名前で取ることができてよかったです。よかったよかった。らしいこと言ってるの。あ、泣いちゃった。あ、泣いてる泣いてる。ありがとうございます。泣いちゃった。ありがとうございます。うわやべえ。感情の差激しい。慎重。慎重。慎重慎重。慎重。マジでこんぐらいちょっとだけめちゃくちゃ可愛い。むず。めちゃくちゃ。むず。矛盾が強い。無人強い。運系はもう、ね、運がいいんだよ。抜群なんですよ。本当に矛盾が強い。生まれ持った運の良さ。中性。僕ジュノンとあのキックスタートの時にじゃんけんするんですよ。はいはい。ツアー今めっちゃやってきたじゃん。あ、そうなの。一回しか勝ってない俺。そう。そう、俺もめっちゃ勝ってる。だからちょっとやってみて。二人で一回じゃんけん。最初グーじゃんけんぽい。おお。やめて。これね今俺のターン。今ジュノンのターン。ツアーで。ビバースターワード2022。続いては両騎士。あ。こんな賞です。正直言って誰もが賞を手に入れるわけではないと思います。ありました、過去にも数々のアワードで一人がたくさんの賞を総なめしてしまう、その裏に流れる涙ありますよ。すごい。え、あの賞があいつなんて、裏でかまされる物理。ここまで来てこの長い前果たして今回の BE:FIRST Award 2022はどういったドラマを生んでいくのでしょうか。残す個人賞はあと2つ。発表させてください。次の個人賞は、天井にカンペ貼ってる。ベスト猟奇賞。俺の時だけ変顔するのやめてくださいよ。こちらは2021年11月3日より歌、ラップ、ダンス、そして人間性において最も猟奇であった方にだけに送られる。えがたい。えがたい。困りなかい。そういった賞になります。発表させてください。あともう一個の賞大丈夫か、発表の時。ビーファーストアワード2022。ベスト猟奇賞は。スタッフさんの笑い声入ってるね今。猟奇。受賞してる気でいいから。受賞してる気でいいから。名前言われる前から。早っ。前から。おめでとうございます。ありがとうございます。ベスト猟奇賞を受賞されたここに来てもうトロフィーと表彰状が授与されます。さらに副賞として、猟奇ってこういうところが素晴らしいよねってみんなにこうもうわっと褒めてもらえる、最高にこう自己肯定感をマックス高められる、そういった副賞がございますので、みんなでぜひ猟奇の素晴らしいところを口々に、言ってあげてください、はい、ベスト猟奇賞受賞は猟奇さんでした。本当におめでとうございます。おめでとう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 。いや、そうですね、まあ、ぶっちゃけやっぱり、一番いただきたかった賞だったので、確かに、まあ、この賞を得れたことを本当に誇りに思いましたし、よかった。まあ、でもやはり、でもやっぱりそれ以外の賞もすごく羨ましいですね。だから、まあ、トントンということでトントン。じゃあね、僕、はい、いいですか。はい、かわいい。マジで嬉しい。嬉しいのかい。な、俺ここまで来てそれで、そこで泣くない。そんなとこで演技使うの。ジュノン見つけた。見つけた。はい。めっちゃいいやつ。
まあそんなもんでしょうね。そう。容器は器用。急にガチ、急にガチ、あれちょっとなかったじゃん。まあね、僕はまあ涼介くん服着ててすごいすごいなと思って。まあおしゃれ、友達のおしゃれです。遠すぎんか。続いてラストの賞です。マジ？どうぞ。本当に？最後の個人賞の発表です。今年は本当例年まれに見る受賞者がばらける。本当に珍しい年であったと思います。だがしかし、まだ受賞されてない方もいらっしゃると思います。正直、だからって情けをかけたり、バランスを取ろうとしてしまったりだとか、そういったことはやっぱり BMSG の理念に反します。血も涙もないと。なんてひどいやつなんだと。いくら言われようとも、僕は心を鬼にして、最後の個人賞を何の情もなく発表していきたいと思います。最後の個人賞。ベストレオ賞の発表です。優しいな。じゃあまだ発表じゃないの。2021年11月3日より歌、ラップ、ダンス、そして人間性において最もレオであった。音割れてるよ。レオってあいつじゃない？レオって言ったらあいつだよね。っていうか、レオっていなかった？レオってビーファーストにいるよね。そういった方。そういった方しか。何それ。そういった方しかいられない。レオなんだよな。レオなの。世界でも本当に稀に見る。本当に誉れ高い。でしょうね。たとえグラミー賞をいくつ取っても本当には取れないというアーティストが今まで散々いた、そういった賞になります。グラミー賞出るの？発表します。私のそうです、クリームから出るやつや。最後の個人賞、うん、BE:FIRST AWARD 2022ベストレオ賞を受賞するのはレオ。おめでとう。おめでとうございます。うわ、最後ベストレオ賞を受賞したレオさんには、今日のために作られたトロフィーと表彰状が授与され、さらに副賞として、はい、まあ、よくある特典かもしれないんですが、世界中のアワードでね、よく聞くような副賞かもしれません、はい、ハワイ旅行とかね、うん、100万円とかいろいろあると思うんですが、今回レオさんに与えられる素晴らしい副賞は、BE:FIRSTの面々にレオってこういうとこが素晴らしいよねとみんなに褒めてもらえるという権利になります。ぜひ口々にレオを褒めたたいてあげてください。以上、最後の個人賞ベストレオ賞でした。受賞した皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。まあ、賞状をもらうのなんて野球のね、中学校の時の野球の大会以来なんで伝説の野球の大会以来なんで、まあ、嬉しいですね。はい、いいやつだよ。全部サボってなんか 前に言うのやだね。確かに。あとマジで声でかい、普通に。声でかい、普通に。いやでも可愛いよ。デモじゃないよ。デモの使い方間違う。みんなご存知ですけどね、優しいですよ。うん、はい、ほら、いいやつでしょ、だから。みんないいやつだね。間違ってない。え、ビーファーストアワード2022はまだあるそうです。まだ、まさっき気になるので行きましょう。マネージャーさん、どうぞ。そして、世界中が注目するビーファーストアワード2022の目玉の賞。目玉ですね。目玉ね。最優秀ベストビーファースト大賞の発表になります。2021年11月3日より最もビーファーストであったグループ、一番ビーファーストとして優れていたグループ、なんかすげえビーファーストというかビーファーストを表彰する賞になっております。では発表しましょう。ビーファーストアワード2022最優秀ベストビーファースト大賞に輝いたのは、ビーファーストの皆さんです。副賞にはですね、焼肉をたくさん食べられる券がプレゼントされます。高級な焼肉が食べられますので、ぜひ、よかったら皆さんで行ってください。もちろん当分してそれぞれで行ってもいいと思いますし、なんか、いいな、自分も行きたいなと思います。この1年間本当にみんなでなければありえなかったグループであるのはもちろんですけど、みんなでなければなし得なかったことがいっぱいなされて、世の中の人がたくさんびっくりしました。これはみんなのポテンシャルとみんなの気持ちがあったからこそできたことなんだけど、そうでなければなし得なかったことだと思います。本当にみんなはひょっとしたらもう1年もやってると、そのなんかあなた自身の素晴らしさに慣れてしまう時も来るかもしれないんですけど、ちょっとまた何回でもこういうアワードをやって称えるので、本当に素晴らしい方に出会えて心から俺も嬉しいですし、マジで BE:FIRST は世界で一番素晴らしいグループだなと心から自信を持って胸を張って、言えます。また来年も
あるのかこれ以上、BE:FIRST AWARD 2022プレゼンターのスカイハイでした。さよなら。ありがとうございました。うわうわうわ、何でしょう、手が来ないって言ってたのに。びっくりした。走ったら間に合った。はい、じゃあどうぞ代表していただきます。はい、あとあのシャンパンとシャンメリー買ってきたから終わったら乾杯しよう。ベスティの皆さんに向けてメッセージをお願いしたいと思います。じゃあまずはリョキから。まずは BE:FIRST が1年間デビューして、経ったということで、本当に僕たち自身も怒涛な、時間が過ぎて、たくさんいろんな経験させてもらったと同時に、こうやって今日、僕たちの社長であるスカイハイさんからこういう賞をいただいたということは、まあ、なんか本当に1年間やってきたことをこうグループとしても個人としてもそれぞれが自己肯定できる時間だったんじゃないかなと思ってるので、このね、あの一番大切な、感情だと思うので、それの何人全員が忘れずに、来年からもしっかり自分たちで、地を、踏みしばって、しっかり前向いて頑張っていこうと思ってます。引き続き応援よろしくお願いします。はい、本当に本当に1年間、応援してくださりありがとうございます。本当にこの1年本当にもう本当にしか言ってないですけど、周りの人に支えられてきた1年だなって本当に感じてて、これからもメンバーで支え合って、周りの人にも助けられるかもしれないですけど、自分の力もつけていって、いい、ね、活動ができるように頑張っていきたいと思います。本当に今見てくださっている皆さんは最優秀ベストベスティ大賞ですんで、ですね、ですんで、おめでとうございます。皆さんもね、来年ねベストベスティ賞を取れるように僕たちと一緒に楽しんでいけたらいいなって思います。ありがとうございます。はい、はい、レオです。今日は、一緒にお祝いしてくださって本当にありがとうございます。まあそうですね、常にこう自分たちでも思ってますけども、こう BE:FIRST はやっぱ7人だけじゃなくて、やっぱベスティ含めて支えてくれるいろんな人を含めての BE:FIRST のチーム、 BE:FIRST チームだと思ってますし、本当に自分にとってはいろんな道のりの中でこんな大切な宝物に出会えたことは一生の誇りだし、宝物だと思っているので、これからもこの宝物を大事に幸せな人生を皆さんとメンバーと歩んでいけたらいいなと思っています。ありがとうございます。いつもありがとうございます。いつも応援してくださり本当にありがとうございます。まあ、僕も本当にBE:FIRST最初のところは不安も多くて、こうライブに対しても毎回緊張だったり、こう不安の要素もたくさんあったんですけど、こうだんだんライブをしていくうちにこうベスティと会える機会が増えるっていうことの楽しみな感情というかが多くなってきて、本当に今ツアー回ってますけど、本当にいろんな地方のこうベスティに会えることを嬉しく思ってますし、これからもたくさんライブに遊びに来てくれたら僕たちはもう喜んでこう一緒に盛り上げたいなと思ってるので、ぜひこれからもよろしくお願いします。まずは本当にありがとうございます。はい、まあこう BE:FIRST がデビューしてから、まあ1年間経って、1年でできる限り最大限のことはこうできたんじゃないかなと思っているんですけど、またこう2年目もこういろんな楽しいこととか一緒にベスティとやっていけたりできたら、なんか僕たちもいいなって思ってるので、楽しみに待っててください。これからもお願いします。はい、マナトです。改めまして配信見てくださってありがとうございます。はい、まあ1年経つんですけども、本当に日高さんメンバー、そしてスタッフさん、ベッシー一人でもかけたら今日という日は迎えられなかったと思います。本当に思い返すと最高な1年になりました。2年目、まあ今日からまあ、いろんなところでライブするのも楽しみだし、いろんなものを通していろんなコンテンツを通して僕たちの音楽を届けていくので、これからも応援していただければ嬉しいです。今日はありがとうございました。はい、もうみんなが言ってくれたんですけど、まずは本当にここまで1年間本当にありがとうございました。そうですね、1年目じゃありえない経験もたくさんあって、1年目じゃ普通ありえないようなたくさんの方に支えてもらって迎えられた今日だと思うので、明日からもそれの延長戦ということで、やっぱ普通じゃありえない1年を過ごしたからには、やっぱ普通じゃ届けられないような音楽を、 BE:FIRST だからしかできない音楽をこれからも皆さんに恩返しとして届けていけるように頑張るので、引き続き応援よろしくお願いします。それでは皆さん、
2年目もよろしくお願いします。せーの、ベスティー、さよなら。チャンネルはそのままで、チャンネルはそのままで、さよなら。2年目もよろしく、まさありがとう。コメントはどんどん送ってね。ありがとう、そのままだよ。ありがとう、ティーさん、サンキュー、ベスティー。